楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は左の湯気、対するライオンズの先発は右の松本、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。左の湯気、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは岸。背番号68、はい、第9、投げました、打ちました、初球打ち、フラフラっと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、源田。源田、背番号6。第4球を投げました、空振り三振。バッターは指名打者栗山。栗山、背番号。第3球を投げました、打ちました、茂木掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。湯気、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、1点を追いかけます。ライオンズの攻撃、先頭バッターは中村。第4球を投げた、低め、空振り三振。バッターは5番、殿崎。殿崎、背番号5。次は5球目、投げた、外、空振り三振。2者連続三振。右バッターボックスはブランドン。背番号49。第9、投げた、初球を打ちました、小深田、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。湯気、この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって1対0です。イーグルス追加点のチャンスです。ノーアウトランナー2塁という場面で武藤。第9、投げた、見送ってボール。第2球、2球目ストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、危ない球。さあ、投球は5球目、打った、痛烈な当たり、ヒット、センター前ヒットになった、ボールが転がる、ボールは中継、イーグルス1点入りました、2対0。先ほどのプレーです。さあ、ノーアウトランナー二塁という場面で辰巳。辰巳良介。第9、投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。太田光。第9、投げました、カットボール見送ってストライク。第2球投げました、2球目ストライク、早くも追い込まれています。一つ外してボール。第4球を投げました、打ちました、キャッチャー落下点に入りました、ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9、投げた、低め見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、2球目空振り、バッター追い込まれました、追い込んで投げた、真ん中、空振り三振。2回が終了しまして2対0、イーグルスこの回も1点を追加しています。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは川越。第4球を投げた、打った、打球はショートの右、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは8番、岡田。岡田、背番号2。第2球投げた、打ちました、太田、余裕があります、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは9番、鈴木。鈴木、背番号46。第9、投げた、初球を打った、浅村取った、アウト、スリーアウトチェンジ。湯気、三者凡退に抑えています。3回の表が終わって2対0です。
試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは岸。第1打席は内野フライに流し打ち、と鈴木ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスは2番源田。今日の第1打席はスイングアウト。第3球打ちました、いい当たり、クリーンヒット。源田1塁回って2塁へ、源田いいバッティングを見せました。バッターは DH の栗山。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。空振り三振。さあリプレイです。右バッターボックスは4番中村。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。湯気、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。イーグルス追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で武藤、ストライクになった、セーフ。2塁はセーフ。イーグルス重要な場面で盗塁を決めてきました。第3球を投げました、3球で空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、打ちました、ヒット、レフトバックホーム。イーグルス1点入りました。武藤タイムリー。イーグルスなおもチャンスが続きます。リプレイをご覧ください。バッターは8番辰巳。第1打席はピッチャーフライに倒れています。投げました、初球空振り。第2球投げました、バッターの足元。第3球をランナー走った、打った、ファールグラウンド、ボールを掴みました、アウト。ダブルプレイ、イーグルス。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは殿崎。今日の第1打席はスイングアウト。第3球を投げました、インコース低め、空振り三振。湯気、3球で仕留めてみせました。打った、茂木ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは7番川越。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、初球から打ってった、茂木ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。湯気、ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは岡田。第1打席はファールフライに倒れています。打ちました、初球打ち、これは内野フライ、セカンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番鈴木。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク、空振り三振。打順は1番に帰って岸。今日はセカンドフライとファーストライナー、フォーク、空振り三振。2者連続三振になりました。湯気、最後は空振り三振で打ち取りました。6回の表が終わって3対0です。イーグルスリードで迎える6回です。ここまで2安打、武藤。危ない球、第2球投げた、スライダー、ボール。第3球ボール。第4球を投げた、武藤選んでフォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは8番辰巳。今日はピッチャーフライとファールフライ、これはストライク。二塁送球はどう、これは楽々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。さあ次の投球、流し打ち、ファール。第3球は打ったに当たりだ、センター前、クリーンヒット。辰巳ナイスバッティングです。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは源田。第2球投げた、打ちました、茂木掴んだ、サードから一塁送球、アウトです。一塁はアウト。バッターは指名打者栗山。今日はサードゴロと三振。第1球初球を打ちました、打球はレフト浅いところ、レフト前に、レフト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番中村。今日は三振とセカンドフライ。投げた、初球を打った、湯気ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。スタンドからジェット風。8回の表、
これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは殿崎。ここまで2三振といいところがありません。投球これから4球目。打ちました。ショートバウンド、アウト。小深田軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は山川。ブランドン。1球目ストライクから第2球打ちました。浅村取った、アウト。山川いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。バッターは代打森。ライオンズ代打構成に出ます。投球は3球目。投げました、打ちました。ショート右横のフライになりました。小深田落下点に入った、取りました。これで3アウト。湯気好投を続けています。8回の表が終わって3対0です。イーグルスリードで迎える8回です。今日2本のヒットを放っている武藤、初球決まってストライク。投球これから2球目。危ない球。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、ダイレクトで当たった。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ。武藤ツーベース。今日は安打を放っています。バッターの辰巳。イーグルス追加点のチャンスを迎えています。真ん中決まってストライク。まずは見送りました、投げました、打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー武藤残塁に終わりました。8回までが終了しまして3対0です。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは岡田。今日はファールフライと変化球、空振り三振。バッターは9番鈴木。今日はセカンドゴロと三振、打った、ピッチャーライナー、あと1人。ピンチヒッターはウー。イーグルスここは何としても抑えたい場面。背番号30。投げました、高め、空振り三振。湯気見事な完封勝利。イーグルス見事勝利を収めました。イーグルス、ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき